本日はですね、こちらパーカーの比較をしていきたいなというふうに思います。ということでですね、これ見ていただいている皆さんの中でもですね、もしかしたらマウンテンパーカーとかの違いって今まで卓造から聞いてたからよくわかるんやけども、こういうパーカーとかフーディーの違いってもうないんちゃいますのと、ちょっとはっきりわからんねんけども、この紫の髪の色してる卓造さん教えてよということでね、今回ご丁寧にお教えさせていただこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。でこちらにずらっと並ばせていただいたのは有名なねパーカーをいっぱい並べさせていただきました。こちらチャンピオンの、赤タグと言われるね、フーディーがあるんですけども、タグがね赤色やから赤タグって言われたりするんですけど、これがあったり、それ以外にはね、シュプリームを、こちらプレネで購入させていただきました。スニーカーダンクさんからね買わせていただいたりとか、あとは我らがユニクロですよね、ユニクロもあったりだとか、それ以外にはこちらループウィラーがあったりだとか、まあとにかくねパーカーでザ有名っていうところをねずらっと並ばさせていただきまして、この実物をもとにね比較していこうじゃないかということで、本日の流れとしてですね、まずは着用していきます。で着用していって、それぞれにねいいところっていうのももちろんありますので、特徴とかお話ししていって、着用していくと。でその後にですね、とは言いながら全部デメリットもあるのでね、まあそれを聞いていただいて、あ俺にはこれが向いてる、俺にはあれが向いてるっていうところね見ていただければ嬉しいかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、まずは一番最初チャンピオンからいきましょう。歴史長いですよね。ここからねご紹介していきたいなと思うんですけども、ちなみにサイズは全部 L サイズでございます。こちらチャンピオンもそうやし、シュプリームもそうやし、のユニクロもそうやし、ループウィラーもそうなんですけど、全部 L サイズで着用しますのでね、まずはチャンピオンから来たいなと思います。はい、まずはチャンピオンの L サイズを着用しました。いかがでしょうか。サイズ感としてはですね、チャンピオンってもともとちょっと着丈が短めなんですね。やっぱアメカジブームとかアメリカのブランドって着丈短めって結構多いと思うんですけど、ちょっと短いかなという印象はありますけども、 L サイズですね。僕やったら多分 XL でもねいいかなと思うんですけども、こちら L サイズで着用してます。でチャンピオンというと、もう何が一番有名なのと、このパーカーの一番の特徴なんですかっていうとですね、ご存知の方も多いんですけど、リバースウィーブなんですね。でリバースウィーブってね、もうほとんどの方が聞いたことあるかなと思うんですけども、一応お話ししておくとですね、大体スウェットっていうのはですね、こうやってよく見てもらうと、生地の網目っていうのがねこう縦にいってるんですよ。でこれはユニクロですけどね、これ縦にいってて、他このシュプリームもねこの縦に線が入ってるんですよね。でもこのチャンピオンのやつだけよく見たら横に線が入ってるんですよ、生地のね。で胴体だけはこう横にいってて、腕とかはまた縦になってるんですよね。でこれがリバースウィーブって、リバースってよくUNOとかで見ましたよね。よっしゃリバースやーって何でしたっけって言ったら逆になるんですよね。それと全く同じで、服もこのリバースウィーブっていうのはほんま縦やねんけども、生地を横にすることによって逆にしてるんですよ。だからリバースなんだねっていうことなんですけども、じゃあそれによって何がいいかっていうとですね、当時のアメリカっていうのは結構日本人みたいに洗濯物を干すという習慣がないんですよ。ドラム式洗濯機で乾かせっていうスタイルなんで、どうしても縮みが起こっちゃうよねと。ただですら、もともと短い着丈のチャンピオンが縮んでしまったら、どん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 こうおへそ見えてくるじゃないですか。おじさんのおへそ見たくないですよねと。それ見たいっていう人いてます？多分いてないと思うんですけどもね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、そういうことによってね、横に逆にすることによって、この横幅はどん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 ちっちゃくなっていくんやけども、縦のね縮みっていうのを防げるっていうのが、このリバースウィーブっていう、まあ向きを逆にしてるってことで作り方なんですよね。あ、なるほどなと。確かにチャンピオンのパーカーって何ぼ洗っても縮みないですよねと。なんでなんかな、あリバースウィーブやからやなっていうことで、あ納得いただけるかなと思うんですけども、そういったね特徴が、まあこちらチャンピオンのねパーカーの一番の特徴じゃないかなと思います。まあ印象としてはちょっとクラシックな印象ですよね。トレンドっていうよりかはちょっとクラシックな感じのね、あパーカーフーディーなスタイルかなっていうのが、まずはチャンピオン。次はシュプリームいきたいなと思います。はい、ズドンということでね、こちらもシュプリームも L サイズで着用しておりますが、全然さっきと違いますよね。同じアメリカのブランドといえども、やっぱりちょっとね系統が全く違うってことで、よりねトレンド感のあるようなスタイルっていうのが、このシュプリームの方かなと思います。まあサイズ感、着丈の長さといい、まあ身幅のゆとりといい、いかにも最近っぽいなっていう印象はあると思うんですけど、じゃあこのシュプリームのパーカーってね、どんな印象というか、どんな特徴があるのというと、まあ特にね製法な特徴とか作り方にものすごくこだわりがあるというわけではないんですけども、やっぱりトレンド性というかね、ブランド性っていうのが一番の特徴じゃないかなと思います。やっぱここにねシュプリームって入ることによってね、ちょっと俺はシュプを着てるんだぞと、あの芸能人たちも着てるシュプリームを僕着てるよというね、まあそういった、まあ、優越感というか、こう満足感がね得られるような、まあ、ブランドじゃないかなと思います。どんな感じですかね。それ以上言うことないから、こうやって一回ちょっと揺れときますね。揺れとくことによってちょっと時間を稼ぐっていうのがあったりするんですけど、そんなことしてたらすぐね離脱されますので、次行きますね。次じゃあユニクロ行きたいなと思いますが、ユニクロにね着替えます。はい、ではね次ユニクロ着てみました。こちらがですね、おそらく定番でね出てるユニクロのパーカーかなと思うんですけども、ここにね見事に L サイズってシール貼ってくれてますけども、まあ、ユニクロあるあるとしてはですね、これ貼ったまま外出がちということでね、恥ずかしいので皆さん気をつけてくださいねなんて言ってるんですけど、こちら L サイズですね。まあ日本人のねサイズ感としてはどうなのな、僕って XL でもねいいかなと思うんですけども、ちょっと着丈が短いかなという印象はありますね。でこれはリバースウィーブじゃないので、普通の編み方してるので、こう洗
えば洗うだけどんどん着丈がちょっとずつ短くなっていくと。でこれに関してはね、もう短くなることはもう仕方ないので、これユニクロやから短くなるとかじゃなくて、もうパーカーっていうのはね、素材からコットンを使ってれば、あの洗えば洗うだけどんどんちょっと縮みっていうのはね出ますので、この辺はちょっと仕方ない。まあジーパンとかで一緒です。ジーパンもね、洗えば洗うだけちょっと縮みとか出てくると思うんですけど、あれとも全く一緒なんで仕方ないかなと思うんですけども、これがねユニクロですね。でね、これパッと見たらね、あ、ユニクロはペラペラそうやなと、生地薄そうやなって思う方多いと思うんですけどもね、ちょっとこの理由も後で喋りますので、一旦ちょっとこんな感じで、次はループイラーを着たいなと思います。ではですね、最後はこちらループイラーというブランドのね L サイズを着用してます。まあサイズ感は一番これがあのいいかもしれないですよね、同じ L やったら。でこのねパーカーのね特徴としてはね、ループイラーっていう名前ってなんか聞き覚えないじゃないですか。聞き馴染みなくて、なんやループイラーと覚えの難しいなと思うじゃないですか。実はね、それってね、このパーカーを作ってる機械の名前なんですよ。機械の名前がね、ループウィールっていう名前なんですよ。へー、なるほど、その機械使ってるからループウィラーって言うんですね。それだけで覚えれるんです。あ、なるほどねと。そのループウィールって何ですのということになったらね、なんかあのパーカー好きな方やったことにしたんですけど、釣り網機っていうのがね、日本の名前では釣り網機っていう、で英語かな、なんかその海外の言葉で言ったらループウィールっていう名前なんですよね。だから要はその釣り網機を使ってるブランドですよっていうのが、もうブランドから出てますよね。ループウィラー言うてるんやから、もう釣り網機以外他使いませんよっていう状態になってるんですけど、それをね採用してるっていうのがこちらのブランドなんですね。なるほどねと。そのなんかループウィールっていうのをこれは使ってね、あの作られたブランドなんやなっていうことでね、これで分かっていただけたかなと思います。はい、ではね次はねお値段の方ちょっと見ていきたいなと思うんですけど、お値段かなりばらつきありますよ。まずですね、こちらチャンピオンの赤タグの方のねパーカーっていうのが17,600円ということで、16,000円のね消費税ということになっているようです。で次のこのシュプリームっていうのが、ちょっと僕定価は分からなかったんですけども、まあ大体3万円切るぐらい、27,000円とか28,000円とか、そのあたりぐらいがね定価のようです。ちなみに僕はプレネで買ったので4万円ぐらいで購入したんですけども。で次のこちらユニクロですね。このユニクロの方はですね2,990円、ものすごい安いやないかと。で最後のこちらループウィラーがですね29,000円という値段になっておりまして、もう価格はそれぞれもうバラバラでございます。まあ特にユニクロがぐんと安いんやけども、値段がこんな感じになってます。じゃあ次はですね、それぞれのいいところをね見ていきたいなと思います。まずはこちらのチャンピオンのパーカー、見てもらったら分かる通りかなり肉厚なね印象ありますよね。こんな感じでね、フードがねしっかり立つようなイメージやし、こうガシガシ切れそうな感じがしてて、どうしてもこう生地のね分厚いやつってこう乾燥機とかねかけちゃうと思うんで、かけても縮まへんようにこのリバースウィーブがなってるんですよと。でさらに裏地がですね、この裏起毛というこういうモフモフタイプになってるんですね。でパーカーってだいたい2種類あって、このモフモフタイプなのか、こういった糸がねループがモコモコしてるやつなのかって2種類分かれるじゃないですか。でこのね裏起毛の方はね、なんかあったかいよねと、冬は使えそうやねっていう印象あると思いますし、逆にこっちのループのね裏毛の方はね、まあ年中使えるんかなっていうイメージ皆さんあると思うんですけど、実はね元々は全部こっちなんですよ。このモコモコしてる裏毛の方のタイプの上に裏起毛というのをパタンって貼ってるだけなんですよね。だからこちらのねチャンピオンのやつも、ほんまこの中にねピリピリって剥がしていくとモコモコした毛があるんですけど、その上からパッてこういうね裏の起毛されてるやつが貼られてると。でそれを合わせて12オンスっていうね結構分厚めな生地が採用されてるっていうのがね、このチャンピオンのパーカーの特徴ですね。本当に冬にね特化したとか、こう寒い時にね着るのにはめちゃくちゃちょうどいいやないかいっていうようなパーカーで、次このシュプリームですよね。いかにもスタイリッシュな感じになってて、これもね同様に裏起毛が使われてるんですよ。だからこうやってね起毛されててふかふかあったかさやねんけど、これもさっきと同様ビリビリってめくっていくと裏毛って言ってね、このパイル地みたいなこういったモコモコしたやつがね出てくるんですけども、その上から起毛を張ってるというのがこのシュプリームのタイプですね。だからさっきのチャンピオン同様暖かいっていうのがね分かっていただけるかなと思いますし、貼ることによってね生地がね分厚くなるんですよ。で生地が分厚くなるとどうなるのっていうと、こうやってちゃんとフードがね立ってきやすくなってくるっていうのがね、この辺もパーカー好きな人は見逃せないですよね。フードが立ちやすいっていうのもね、生地が分厚くなればなるほどフードって立ちやすくなりますので、逆に生地が薄ければ薄いほど、まあ、次のユニクロなんかもそうなんですけどね、こうちょっとペタンとなりがちになるっていうのがね、これは安いからなるとか高いからなるとかそんなことじゃなくて、生地が薄いからこうなっちゃうんですね。まあ、だからちょっとユニクロ残念やなっていうことではなくてですね、まあ、ユニクロはユニクロってこれで2990円か80円かめちゃくちゃ安いやないかと。でこれはね裏側見ていくと、裏毛でねこうパイル地というかしっかり裏毛が見えてる状態なんですけども、この上からまた裏起毛を貼ってあげれば、おそらくシュプリームとかとねほぼほぼ変わらんぐらいの生地感にはなると思います。ただでもね、そうしちゃうとこれってせっかく年中1年中着れるようにね多分設計してると思いますので、まあ、冬場しか着れなくなっちゃうっていうところを考えると、この汎用性ずっと着れる、年中着れますよねっていうところがこのユニクロの良かったところであるかなと思うし、次のこのループウィラーはね、ループウィール、あー釣り網のやつやなっていう風に思い出したじゃないですか。この釣り網のやつはその希少なね機械を使ってるんで柔らかいんですよ。だからとにかく柔らかさがあるっていうのと、柔らかいのに丈夫なんですよね。どれぐら
い丈夫なんかっていうとね、こういったシュプリームの倍ぐらいね丈夫に作られてるんですよ。だからこれどういう時に分かるかっていうと、洗濯を繰り返していくとね、どうしても普通に今量産されてる機械ってこっちなんですよね。進化網っていう網機で作られてるのがこのシュプリームもそうやし、このユニクロもそうなんですけど、全く同じね進化網というので作られてるんですけど、ループウィールの方はですね、洗っても洗っても崩れにくいんですね。強度があると。で、強度はどれぐらいいいっていうと、こっちがなんか 3.5 キロっていうね強度があるんですけど、こっちに関してはもう7キロなんで、本当に2倍ぐらいの強度があるっていうことで、長くね着用できます。ちなみによく古着屋さんとかにあるようなヴィンテージのスウェットって、昔のやつは特にこういう釣り網、要はループウィールで作られてる生地が多いんですよ。だから長く持てるんですけど、最近の進化網の方はちょっとやっぱり劣化しやすいんで、そんなに古着としては残りにくいっていうのもねあったりはするんですけども、まあそういったねいいところがあると。では次はですね、もう一回着用してデメリットを次お話ししていきたいなと思いますので、まずはチャンピオンからいきたいなと思います。はい、こちらのねチャンピオンのパーカーなんですけども、じゃあどんなデメリットがあるんかって、これ着てたら分かるんですけども、何なのかというと、さっき言ったリバースイブ、あ、逆にする、縦のやつを横にするっていうことで縮まへんのはめっちゃいいけど、それによって弊害が出てくるんですよ。どんな弊害出てくるのと、基本縦にやってたら綺麗にこう縦に線がね入ってくるんですけど、これは横になってるので、こう折れ目がね横になっちゃうんですよね。なのでスウェット特有の柔らかさっていうのがここの胴体はないんですよ。だからどっちかというとちょっと着心地が悪いというか、硬いという印象があって、腕とかはね綺麗に縦に入ってるんで着心地はそんな悪くないんですけども、やっぱ横に入ってる分この胴体だけねちょっとガシガシするというか、こうスウェットといえば着心地がいいものっていうのとはちょっとかけ離れてるんですよね。で、これはなんでなのかというと、リバースウィーブをやっちゃうと横に網目がいっちゃうので、ちょっと着心地が落ちちゃうと。これがチャンピオンのパーカーの最大の特徴でもあるんやけども、最大のデメリットでもある。あ、なるほどねと。辛いいとこもあれば悪いとこもあるよねということでね、まずこちらねチャンピオンのデメリットかなと思います。では次はシュプリームのデメリット。はい、こちらシュプリームになってます。もう見るからにねスタイリッシュで今っぽいシルエットになっててかっこいいやないかいっていうことなんですけども、その2万9000円か3万円くらいする定価のほとんどがデザイン料にいってるってことで、そもそものこういった生地とかにいいものがいってるって感じではないんですよね。なので縫製であったりとか、この素材とかが特別いいのを使ってるっていうわけじゃなくて、どっちかってシルエットとか、まあ、デザインとかにお金をかけてるというブランドになってるんで、まあ、はっきり言って桁が1個違うユニクロとそんなに品質の違いがないと。製法もほぼほぼ同じで使われてるし、まあ言うて裏起毛がないぐらいかなっていうような印象なんで、多分品質を求めはる方はねこういったシュプリームはいかないと思うんですけども、まあちょっとトレンドっぽい服が欲しいっていう方にはねこれバッチリやと思うんですけどもね、まあそういったところでこう大人の方が好きっていうよりかはこう若い方がね見た目を大事にして好きなところのブランドなんやなっていうところがね、まあそれは価値観なんで全然あってもいいと思うんですけども、ちょっとデメリットの部分ではね生地がちょっとあんまり良くないと、で縫製も特にこだわりがないというのがデメリットかなと思います。では次ユニクロ行きたいなと思います。はい、こちらね次はユニクロのパーカー着てみました。こちらのねデメリットに関してはね、今聞いてる感じだったらめっちゃユニクロいいんちゃうんって思うかもしれないんですけど、確かに悪いとこはねほとんどございません。ただしかし言えるのが、あくまで中の中なんですよね。良くもないし悪くもないという印象なのがこちらのユニクロ。もちろん生地に対してもそうやし、縫製とかに対してもそうで、良くもないし悪くもないっていう、スーパーで豚肉買うときも迷いますよね。 100g 50円はちょっと安すぎるなと思うし、 100g 500円だともう高すぎると思うけど、まあ、100円とかね200円ぐらいだったらまあまあちょっと買おうかって、ちょうどそのあたり、良くもないし悪くもないっていうのがねこのユニクロのね、まあ、デメリットっていうよりかは、まあ、特徴のないところがデメリットっていうんですかね、まあ、そんなね印象になってくるんかなとは思います。でこれもね同じようにさっきも言いましたけども、裏起毛をねちゃんと貼ってあげればほとんどシュプリームとね変わらん仕様になりますし、ちゃんとね生地感の肉厚さも出てくるので、まあ、裏起毛を自分で貼るっていうのはまあ無理ですけどね。で次がですね、ループウィラーの方に行きたいなと思います。はい、ではねこのループウィラー、そのすり編みっていう特殊な機械で作られたスウェットなんですけどもね、これに関してはデメリットとしてはね、もういつかはなくなるんですよ。もうだから生産できん時がもう来るのがもう分かってる状態というか、動物とかで絶滅危惧種ってあるじゃないですか、あの状態もういつなくなってもおかしくないっていうぐらい、その機械自体がもう日本に数百台しかなくて、世界中見てもで他にはスイスに1台だけ展示されてるらしいんですけど、もう日本に数百台あって、それが和歌山にあるんですけど、もうそれがなくなったら終わりっていうことで、二度と永遠に作れないっていう状態なんで、もうほんま絶滅危惧種なんで、壊れていけばもう修理の部品がないし、それを修理する人もどんどんおらんくなっていってるっていう状態なんで、まあいつかはなくなると。それがね、まあ、このループウィラーのまあデメリットかなと思います。ちなみに和歌山県の金築工業っていうねところで作ってるみたいで、そこに釣り網機っていうのがあるんですけど、まあ、そこで作ってるみたいです。僕もねそんなの好きでね行ったことあるんですけど、僕はね和田メリアスっていうまた違う、同じ和歌山なんですけど違う釣り網のある工場があるんですけど、そこに行ったりはしてるんですけど、まあ、デメリットとしては、まあ、いつかはどうせなくなるっていうところがね、まあ、これこんな言い方したら失礼やねんけども、僕も残ってほしいと思ってんねんけども、まあ、いつかはねなくなっちゃうっていうところがね、ループウィラーのデメリット
リットになるんかなというふうには思います。はい、ということでね、最後はねおすすめ層をざっと言って終わりたいなと思います。まずはチャンピオンの方のパーカーからはですね、おすすめの人っていうのはやっぱクラシックな雰囲気が好きな人とか、まあ着丈がねちょっと短かったりするってことやし、あと洗濯物でねもうガンガン洗濯機掘り込んで乾燥機回してるんやっていう方なんかはね、縮みも防止になってるんでいいんちゃいますかっていうのがこちらチャンピオンで、次にシュプリームっていうのがもう今のトレンドの流行りっていうのをねしっかり入れてくれるよと、やっぱ誰がどう着ても今っぽいシルエットになるっていうところがねこのシュプリームの良さなんじゃないかなと思いますし、まあ、ちゃんと芸能人とかもね着てるんで、まあ、これ着てダサくなったらもうあとはありません、もうそれ以上はないということなんで、もうこれ着てダサいっていうことはほぼほぼないでしょう。そして次ユニクロっていうのがね、まあとは言いながらもやっぱり価格を抑えてこう楽しみたいとか、もう何十着もねいろんな色欲しいっていう方なんかはね、もうこういった低価格なので、まあくまで中の中なんですけども、それでもいいっていう方はね、めちゃくちゃコスパもいいんちゃうかなっていうところでユニクロはいいですよねっていうことになってて、まあ、最後ループイラーはねやっぱ本物のものが欲しいっていう、まあ、大人な人とかはねこっちの方がいいかなと思うんですけども、まあ、そういったところがおすすめの人ということになっておりました。パーカーとね一口で聞いただけでもこんだけいろいろあるんですよ。でだいぶはしょっております。いろんなことをはしょりまくった状態でこれ喋ってるんですけども、それだけでもね、あ着心地全然違うんやとかね、あ裏に起毛っていうのがあるんやとか、あれ貼られてるだけなんやとかね、いろんなことに気づきがあったかなと思いますので、それだけでね今回見ていただいて本当ありがたかったです。ではね次はね失敗しないパーカーの選び方っていうのをねまた近々動画出そうかなと思っておりますので、なんやったら僕はこのまま撮影していくスタイルになってますが、動画が出るのはですねまたちょっとしばらく先、1週間先とかになるとは思うんですけども、またそちらを見ていただければなというふうに思います。ということで本日はですね人気のパーカーを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。